お客様より頂戴したあなたのお母さんをテーマにした川柳を私寺野沢井里奈が紹介させていただきます。魚津市のしおりさんの作品です。アラフィフを子供扱い喜寿の母。アラフィフを子供扱い喜寿の母。こちらの川柳を作られた背景エピソードは、自分のことはさておき、いつまでも年頃の若い娘のように70代の母は私のことをあれこれ心配しますとのことです。いくつになっても母親にとって娘は尊く大切な存在なんだなと改めて思いました。私も照れくさい気持ちはありますが、そんな母の思いもしっかり受け止めたいと思います。ご投稿ありがとうございました。母の日は親子の絆を深め合う特別な日。普段ゆっくりおしゃべりできないお母さんと松坂屋で素敵な時間を過ごしませんか。素敵な母の日になりますように。母子の日、始めよう。